この図形は長方形を折り曲げたものである。DH と HI の長さを求めよう。今回のように長方形を折り曲げた問題は、相似の図形がたくさん出てくるというところを利用して問題を解いていきましょう。これ折り返しの問題って、相似の三角形がたくさん出てくる。例えば、これ直角ね。ここの三角形と、ここが相似って言われたらわかる。そうだね。角度が同じだし、直角直角だもんね。そうすると、ここも相似なわけです。ね。そうすると、ここも相似なわけです。ね。うん。で、じゃあ、あとね、分かるとこどんどん長さ書いていくよ。こんなセンサー。12。12。そう。これもどんどん書いていく。12。で、そうすると、ここって何センチだね。3センチ。3センチ。そう。っていうのが分かると、ここって分かるよ。何センチ。4センチ。そうそう、これ4センチ。で、ここ何センチ。5センチ。どんどん分かるね。じゃあ、ここ分かる。4センチ。4センチ。45度。そう、もうどんどん変えていくんだよ。そうすると、ここの三角形。さっき言った、これと相似なんだね。別にこっちで見てもいいか。これとこれ相似なんだね。これ、何対何かなって考えます。この相似と、これとこれって何対何の相似？それはコサイン60。だよね。ってことはこれ何センチ？5センチ。You may feel like being alone, but I can be the one you need on now. The world is yours.